はい、どうも、この週からです。ビルダーズやっていきまーす。じゃ、ちょっとね、寝室から始めたいと思うんですけど、目覚めました、朝。じゃ、出ようか、出ようか。よし、行こう。よーし。飛び降りね。で、今回ですけども、もうエルを早く救おう。いや、早く救えよっていうね、コメントがあったんですけど、もう救うわ、俺が。よし、行くか。何？なんじゃと、エルが。おのれ、おのれ。おのれ。ん？しかしこれも定めかもしれぬ。やはり人間は山に抗うべきではないのだ。世界中の主義、それ行こうぜ。ヒカルよ、エルの願いを聞いてやってはくれぬか。エルを、エルを、エルを殺してやってくれ。お前、最低な男やな、元老は、ほんま。ブライのくせしやがって、お前。いや、待て、待ってくれ。やはりエルを、わしの可愛い孫娘を殺しちゃならん。光よ、どうかどうか、どうかエルを救ってくれ。お主は再び、旅の扉を手に入れたのであろう。旅の扉は持ち主が求めるものがある場所へと道を開くという。頼む、セイラの祠の跡地に立つという世界中に行ってはくれぬか。ウルスの手記によれば、そこにある古の調合台なるものがあれば、おお、調合台のさらに上。特別な薬を作れるかもしれぬのだ。頼む、光る。緑の扉の先で、西への調合台を探してきてくれ。おお、西への調合台。西への飛躍とかできそうやん、これで。かっこいい。とんでもなくかっこいいやつ。よし、行くかじゃあ。さて、行こう。下、下、下。そう、ゴールドマンおったらしいな。なんか話によると動画のコメントあったんですけど、ゴールドマンいましたよっていうね。そう、俺気づかなかったんですけど、私気づきませんでしたけど、コンパスこっちか。行くか。なんかこの会心の指輪っていうのがあったらすげえ強いらしい、これ。ほほほい。蘇る。ははは。どうだ。強いだろ。ん、かっこいいだろ。よいしょ。まあ、使うかもしれんが、軽く取っときます。まあ大丈夫かな、これぐらいで。よーし、行くか。こいつはね、倒しとく方がいい。なんたってこいつ落とすんでね。よし。あ、骨落とす、こいつ。おー、あいつ骨落とすんやん。知らんかった。初めての骨ゲットしました。骨とか落とすんやな。だってこれ、壊しても、あれはもうアイテムならへんもんな、これ。骨使えそうやな、なんかこれ。空中攻撃の場合はあかんのやな。これ。こっちか。ほほ。よし。まあ、あの、金属いるんでね。メルキドグリーブ欲しい。あ、穴あるぞ、ここ。おいおい。リビングでやめろって、お前。エーテポンゲみたいな顔しやがってよ。終わり。なんか落とせよ。この穴怪しいね。行くか。お、なんかあるぞ。おいおい、なんかあるな。銀ゲット。ほう、怪しい。あー、おお、来た。金は大事やで。よいしょ。石炭もね、取っといても、多分損はしない。ので、取っときましょう。まあ、素材はね、もっとくに越したことないからな。新しい素材は。なんやかん、あと必要になってくるから。よし。で、松明もパクっときます。あれ結構使うんでね、家作りの時に。でも、なんやかんや結構コスト高いんで、あれ。よし、じゃあもうこれ終わりで。行きまーす。行きましょうや。行きましょうや、うん。頭ずくさずくさずくさってさしとる。頭にぶち込んでいくぞ、俺の鉛を。よいしょ、よいしょ、よいしょ。 OK、 行こう。空飛ぶ靴欲しいな。メルキドグリーブか。またホラーになるぞ。え、なんかあるやん。
あれちゃう？明らかに塔みたいなのあるやん。これやろ。どう考えてもこれだろう。お、ドラキさん死んでくれ。これやろ、絶対これやろ。いてててて、おいおい、これめっちゃ怪しいやないか。ここなんかしかもあるぞ。ここなんかフルーツか、これハートフルーツか。まあ、あんまいらんねんけど、こいつ得意値よ。噴水パクロ、よし。この浄化装置は取っとこう。4つもあるぞこれ。ほう、いかにも何かがありそうな感じの気配が。あ、ここ刺しとるわ。しかももうここや、この神殿にあるらしいな、調合台が。さて、じゃあ行くか。お邪魔しますか。じゃあこれお邪魔しまーす。入れてください。お、ほう、発見。お、これガラス窓みたいなの発見した。なにこれ、なにこれ。お、ガラス窓や。バスタブ、お、バスタブや。何者かの寝室に入り込んだぞ、偶然にも。ほう、じゃあもうこの中はもう終わり、これで。あ、中は終わりか、これで。よし、じゃああと登るだけやな。登るか。さて、登るとしよう。よいしょ、 OK。 お、怪しいな、何もないな、何もなし。お、なんかおる人が。勇者ちゃん、こいつ勇者っぽくない？なんかこいつ誰？話す。探求者タルバ。どんな顔？見して見して。あ、見にくい。でも結構イケメンっぽい。そうか、そのドリブスに使わされた伝説のビルダーなのだな。ビルダーや、そなたはなぜこのような地に来たのだ。ここはかつて聖なる祠という神聖な場所があった地。しかし聖なる祠は竜王軍によってあたこともなく破壊されてしまったのだ。そしてその跡地に生えた聖なる祠の力を宿し、一本の生命の木も西洋を得ようとすがってきた人間たちのせいで枯れてしまった。ビルダーよ、改めて問う、そなたの望みは何だ。リムルダールの山を根絶することか、それとも空を覆う闇を晴らすことか。むむ、どれも違う。ただ友達を助けたいだけだと。そのようなことがルビスに与えられたビルダーの役割だとは思えぬが。ビルダーよ、そなたに西の兆候でも作ると教えよう。おお、来た。あとは聖なる草があれば。聖なる草、聖なる草は私が保管しておいたのだが、保管庫の鍵を失われている。しかしそなたならばきっと扉開く術を見つけられるだろう。おお、俺持っとるで鍵。さらばでビルダーよ、保管庫の鍵。おお、消えた。分量通りに混ぜられる不思議な台、ひらめいた。鍵の上か。お、え、保管庫は、あれか、こっちか。ぽいな。あ、知った。あれやな、これが保管庫やろ。お、芋虫おるやん。おちゃれな、こいつ。ほいほい、俺は火炎ムカデは結構好きやけどな、お前は嫌いやわ。ふっ、来た、これだ、これに違いない。返事がない、ただの鹿まれとなった骨。ただの鹿まれではないようだ。面白かったなあれ。鍵鍵鍵、どこ行った鍵。あった、いっぱい作ってきたぞこれ。カチャ、あ、これやろ絶対。え、それだけ？お前それだけかよ。これちゃうんか。でもかっこいい扉。お、魔法の扉。ああ、鍵ないと開かへん扉や。かっこいい。聖なる花どこにあんねんで。この近くにあるはずないけどな。あの辺か。ここじゃないとすれば。鍵付きのなんか、あれなかったもんな、ここには。おー。あ、この洞窟怪しいな。まあ、では行ってみるか。やばいやばいやばい。ちなみにレシピは、
見ときますか、一応何が必要なのかね。あった。調合壺に、あれ？いらんやん、別に。花なんか。液体銀だけやぞ。もうできるやん、普通に。まあ、ええわ。できたわ、普通に。よくわからんけど、できますわ。よし。お邪魔しまーす。なんかありそうやな。こっちを刺しとくか。何かあると見たぞ、これは。行き止まり。お？怪しい。これは何か宝箱がある予感がするぞ、俺には。匂うぞ。よし、パクれ。ぬぬぬ！何もないんかい！もらうか。よいしょ。おー、金いっぱい出た。大量じゃ。よし、この赤い宝石もね、いりますからね、エッチなライトにね。大事ですよ、あれも。よし、帰ろう。帰りまひょ。で、ちょっともう、もうちょっと。キメラ邪魔。あ、いててて。暗いな。もうちょっと明るくならんか、これ。暗すぎる。こっちなんか怪しいよな。あ、これ一回行った。おー、ゴールドマン。あれ、ゴールドマン。おー、でかっ。あー、やばいやばいやばい。ちょっと帰ろう帰ろう帰ろう。めっちゃ怖い、こいつ。ゴールドマン、あ、ゴーレムか、これ、普通の。いや、これでも金やな。うわ、金メッキや。まあ、こいつとのバトルはもうちょっと、後にしよう。今回はちょっと、調合台なんでね、時間もなくなってしまうんで、あいつ戦ってたら。やっぱここから来るんかよ。やっぱここなんや。いた。寝よう、寝よう。寝ましょう、寝ましょう。ああ。ぺぺぺぺぺらぺーん。よし、調合台作りますか。イニシエ、イニシエ、イニシエ、イニシエ。よ、元老は。おお、おお、光るよ。日夜の調合台の姿分かったのじゃな。光る。皆には黙っておったが、エールはわしのたった一人の孫娘での。エールは病の研究を諦めたわしを心の底では憎んでおった。だからあのように。確かにわしは今も。病に抗うのは正しいことなのか悩んでおる。しかしの、ヒカル。やはりわしには、可愛い孫娘を見殺しにはできぬ。勝手と思うか？愚かと思うか？そうじゃ、わしは勝手じゃ、愚かな人間じゃ。わしも協力する。どうかどうか新しい薬を作ってエールを助けてやってくれ。任せろ。もう浮いとるやんけ。魔法使いか、お前。お！ありがとうね、ジョン君。でかいで、これは。でかい。おー、来た！聖なる雫。来た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 ー。これで、その聖なる花っていうのがいる。魔法の扉めっちゃかっこよくないこれ。これ絶対つけるべきやろ、家に。って思ったよな。もうちょ待って、ちょっと待って、もう、荷物いっぱいすぎるって、マジで。ちょっと大変やって、これ。ちょっと一旦ちょっと待って、魔法の扉、魔法の扉。これやばいっしょ。もうとりあえずもう命の君で食っとかな。よっしゃー！扉やろ、これ。絶対こっちつけるべきやって。と思うんやけど、どう？よし！おお、かっこいいんちゃう？これつけたら。おお、いい。めっちゃかっこいい。ちょっとした。あ、いいね、魔法の扉。すげえかっこいいわ。素晴らしい。いやー、早くエルと暮らした。おお、HP100 いった。ラッキー。ラッキーというか、ようやくか。HP100 って結構でかいな。いやー、収穫祭りでしたね、今回は結構な。どこ行ったあれ。噴水ゲットしましたよな。おお、しかも浄化の噴水やからこれ。4つできたー。というわけで、これ。この雑魚噴水消そう。こうやろ。いい。ってなったらこれ、弾外してさ、全部噴水した方がいいんやけど。あー、まあこれはこれでいいか。浄化の噴水ね。まあこんな感じで。あと、お墓のとこちょっともうちょっと強化しよう。ちょっと時間あるんでね。先祖代々伝わるお墓なんでね、ここ。ここもね、綺麗なもん置いときたいって、やっぱり。ダサいな。
ここさ、なんでさ、あーいいねいいね、どう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 、まあ先祖代々のお墓なんで、ここはもうこんな感じでちょっとおしゃれにしときたいですね。まあこんな感じですかね。でお墓ちょっといらんな、もういらんアイテムはちょっと置いとこう、すまんな、お菓子だといらんアイテムお前もうゴミ置き場になってんだけど、もういらんわこれも、よしタライも置いとったれ、よし、あええやんええやんええやん、お墓はそれらしくなってたな、これもいらんわ、よいしょ、でお墓もいらんねんな、お墓どこだ、ゴミ置き場みたいなとこだけど、まあでもお墓をちょっとね備えとくって、あバスタブこれかっこいいから使いたいな、バスタブ使おうかどっかで、あもうこれはもういらんとして、お墓どっかあったよな、あった、レキセネージたちのお墓作っとこう、こんな感じかな、いいねいいね、じゃあバスタブ置こう、バスニット、あはいいいいいいいよ、バスタブ、でもバスタブって水の中あるもんなんかな何の意味があんねんって話だけどな、これバスタブって水の中あるもんじゃないよな絶対、あこういう、あこういうこ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 う、これやわ、よし、はい、じゃあ今回はこれで一旦終わりまして、次回は、まあ、普通にストーリーちょっと進めていこうかなと思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。